はい、始めるよ。みんな集合。おーい、準備 OK。 いや、ダメです。なんでやねん。いつでも大丈夫です。いや、ダメです。なんでやねん。リスナーのみんなも準備 OK やから。ダメです。だからなんでやねん。一人踊ってます。ステラインで大丈夫です。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はーい、1、2、3、4。お前が踊るんかい。せーの、おめでとう。どっち。カズマジャンク。そう。よろしくださー。そう。じゃあじゃあ久々すぎて、じゃあ挟み込みがわからんかったのよ。どこで俺入ればいいじゃん。最後だっけ。最後一番最後って。最後ですよ。私が一番最後。そうです、ね。みんなが言ってる間に何言うか決めなきゃ。ああ、そうだね。おのおのの子たちとプラスジャンクっていう別団体がまだプロジェクトが一個裏におったっていう。いや、なんかみんないいタイミングで出てくるなと思って。だいぶ慣れてますな、もう半年もやってるからね。まあ、ね。いやいや、だからこの間あれか、前がちょっとあれだったのか、ふわふわしたのか。あ、そうそう。もともとな。でもおもろい。あいつおもろいわ。なるほどね。あ、でも舞台お疲れ様でしたし。あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。さんね。あ、僕は今日終わったんです。お疲れ様でした。さっき終わった。ああ、もうちょこ。怖かった。本当に。怖かったよ。まさかね、あんだけ指がね、なくなるなんてね。ね。あれすごいでしょ。どうやったか分かんないでしょ、うん、いやでもガチってことでしょ。そうそうそう。あれ血とかって水養生で、ね、そうそうそう。 あれ肩甲骨やばくないですか。そう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 、 そうですよね。だって髪型も変わっちゃったしね。そうそうそう、うん、全部抜けちゃって引っ張られるからね。引っ張られるか。何引っ張られてんの。髪の毛引っ張られてひどいことをね散々されて。本気だからね、うん、痛々しかったですよ。どこが難しかった。やっぱね、血だよね。あ、血を出すのか。 あんだけ出すとさ、うん、やっぱフラフラになっちゃう、うん、で毎回病院行ってさ。そうだよね。また入れてもらってさ、もう繰り返すからね。あれが一番しんどいよね結局ね。え、あれも舞台のなんかあれであったのかい。その俺の隣に座ってた血まみれの人っていうのは途中の暗転から座ってて、それは知らない。あ、それお前なんか見えてる。お前なんか見えてんじゃない。あ、そうなん。だって途中の暗転からいたの俺じゃん。うん。おん？なんか俺の隣毎回人変わってて。暗転のたびに変わっててんけど。そうだよね。で 俺が楽園行って、そう、翔吾がこっち来てる時、俺が楽園行って俺翔吾の芝居やってたから。あ、そうなん。うん、なんか厳しいな、もう。いよいよこのくだり厳しいな。いよいよ毎回やってるから。グダグダすぎて止め方わかんない。これは誰が悪い。そうね、やんない方がいいかも。一応これネタやってるけど、恒例のまだ終わってないんです。終わってないよ、はい、ね、あ、でも終わった時にまあまあなんだね。まあでもこれからですからね、僕らは。そうだね、ちょっと頑張っていかないと。そうだ、聞いてる方はどうだったのかっていう感じだね。見に来てくれた人はね。うん、確かに行きたかったんだよな。まあね、でもいや、なんかそのさ、結構愚痴っていい、うん、でもまだ始まってないから。おいよ、おあの今現段階でさ、うん、今舞台本番前じゃん、うん、なのに次の舞台の台本が来たのね。ほう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 。ああ、9月だっけ。うん、ああ、交番表見たのね。ほうほう。交番表に全部丸がある役って俺やったことないのよ。全部出てるってこと。あれ、え、全シーンってこと。120ページぐらい。ええ、やばやばってなって。え、出てないシーンがないってこと。ない。え、一回も吐けないってこと。6人芝居で、6人芝居で120ページあんの。すごいね。しっくりっしょ。しびれるね。俺久しぶりにお芝居やってんなしかないもん、脳が。すごいね。しびれんね、それは。すごいな。え、他の役もそうなの。うん、じゃあメイン主演ってこと。いや、主演は6人っていうか、その詐欺グループの話だから、次は。あ、じゃあもう群像劇そうのずっといる。いる人いるっていうか、普通の昔のメンバーだけど、みんなはやっぱさ、そのどっかにはけて何かしてくるわとかあるじゃん。俺だけ、じゃあその間にいる人ずっとってか。え、はけないってこと。俺だけはけない。え、あれのトイレ行ってくるまですぐ帰ってくるとかもなくは、だからそしたら交番表に1個抜けるのよ、丸が、その人。そう、この何10ページ間か5ページ間いないから、そのトイレ行こうっつって。じゃあもう、ずっといる。ずっといる。120ページって言ったら2時間ぐらいは、ずっと覚悟するよね。水は
え、水、水はだからもうなんか用意するしかないよね。うんちはうんち、おむつ、おむつはおむつだね。おむつはおむつだね。おむつでさ、今だからそれ別にそれはいいんだけど、うん、今さ本番前で稽古いけないじゃん向こうの、うん、そうだね、もう始まってるってことだもんね。だから覚えらんないんだよねセリフが。いや怖っ、しびれる。うわジャンクでした。あー怖いね、夏らしい話でした。怖い話でした。この後も引き続きよろしくお願いします。勝見優、内田翔太、松井翔吾、尾花典弘、全藤作めぐり、清志一馬。ジャンクはお芝居、お笑い、モデル、ダンスなど幅広く活動しているチームです。 YouTube をはじめ TikTok、X、インスタなど SNS もやってるのでチャンネル登録やフォローよろしくね。ラジオのお便りも募集しまくりです。概要欄からチェックしてどしどし送ってね。このラジオは常にあなたの心の中にあるもんだぜ。いや意味わからんこと言わんでええねん。そして松井翔吾もあなたの心の中に。ひどいこと言うなよ。ジャンクラジオでジャンジャジャン。ほら感じて。うわ感じるなよ。いるよ。いいヒント。はーい、ということでもうお盆の時期だすな。出すなぁ。出すなぁ。なんかお祭りとかもね、いろいろあったりして。うん。どうですか？え、行った？お祭りみたいな。なんか屋台並んでるみたいな。お祭り男に聞いた方がいいんじゃない？カズマっていう。そう、行った？何にも行ってない。あ、じゃあ行ったわ。何？行ったんかい？家の横のちっちゃい公園の、あの小学生とかが遊ぶようなお祭りに。それでもいい、それでもいい。あー、まあまあ、祭りの空気はな。収録日現代だと明日江戸川の花火大会よ。え？そうか、明日か。うん。そうなんすか？そう。小岩と市川挟む。はいはいはい。マジか。明日、行けんじゃない？明日、仕事入ってるな、行かないけど。俺も稽古だから、もう行けないんだけど。どうしよう。じゃあ、うっちーとメグで行くしかないじゃない。私、明日稽古入ってますね。じゃあ、俺、うっちーと暇やな。お前、暇やな。俺、暇やな。これちょっとなんか、ちょっとショックやな。俺、メンバー5人いる中でみんな、役者の芝居やってて。お前、いや、でも待てよ、俺、明日、編集か。あ大事よな。あと明日結構用事あるわ。明日結構用事あるわ俺。ない人の用事ある。なんか散歩とか。ああ。くーちゃんの散歩。まあなんかその辺に屋台とかやってるかもしれないんだよ。うん。なんかもうそのじゃあ祭りもう行けない組で忙しい我々ですけども、屋台バー並んでて。まあ屋台これは絶対行かないと祭りじゃないっしょっていうのをちょっと1個ずつ上げていこう。まあいつもね俺らなんかさおでんの具3選とかお菓子3選とかやってたんだけど、まあちょっと今日人数多いから。いやでもさ屋台をね1個だけ。これでも順番結構きつくない？誰から言ってるか。うん、確かに確かに早もん勝ち。確かにそうだね。選ばれたやつは決めた。いけないから。え、もう決まってんの？ただ順番だよね、だから。そうだよね。どっかに行く。帰れたら終わりだもんね。どうしよう。え、待って、俺もどうしよう。100% 行くとかある、俺は。おー。いや、俺マジで今日倍率高え、俺。いや、これは夏祭りでいいってこと？まあまあまあ、夏祭り。夏、今の時期。屋台がもう全部並んでたとして。珍しいのもあるよ。カズマだけ札幌冬の雪祭りでもいいよ。知らないんだよね。雪祭りは知らないっていう。トウモロコシ焼きはあるな。まあそれはジャガバターもあるんだろうな。多分ホタテもある。あるな、ある。待って。でも決めました私は。祭りやろ。いや俺も順番やな。もうさ祭りといえばやけどさ、なんかご飯系とかさ、あのなんか遊び系、まあ射的とか、もう全部ひっくるめてってことでいい。だからそこしか自分がだからプロデューサーだったら。絶対そこは呼ぶやろみたいな。はい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 。その屋台は。そうだね。はいはいはい。じゃないともう。そう。祭りが成立しないやん。成立しないでしょ。俺の中でのトップオブ祭り屋台ね。うん。ええー。あとなんかちょくちょく考えるわでいいやん。ああ、気分はあるよね。行ったら絶対行くところでしょ。絶対。いや俺絶対行くところは決まってんのよ。でもめちゃくちゃ倍率高いわ俺。いや、何個もあるな俺。
どうする順番、まあ、じゃあ、じゃあ、うん、順番どうする、順番三択か、じゃあじゃん、いや、うん、若い子から行こうか、若いやつ、いやもういい、僕らの経験値を出していこう、あ、まあまあそれはな、うん、それ取られてもじゃんじゃんっていう、よかったね、カズマ、まあ、うん、カズマ、逆に俺絞って欲しかったんだよ、三択だからまあ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 、自分が行きたいと思ったらいいんだ、まあでも、もう、うん、行き放題ですよ、ここだけ、一個だけ、渡部、おいおわけちゃうよ、わけ、大丈夫、わけちゃう、わけちゃうよ、佐藤やで、夢ねえな、なんだこいつら、いやいやいや、夢ねえな、カズマのルックスだとあざといな、わざとわたあめって言ったまで考えちゃうわ、あの普段だったらそんな甘いもん食わないけど、その祭りだから特別感があるから食べて、あの袋に入ってるやつとか大好き、まああのなんか仮面ライダーの袋とか、ああそう、どちらかというとあの袋が欲しいまであったよな、そう昔って、あれでかいの、全然いかん、もう俺買うんだったらもう、もう今はいかん、いや俺ちっちゃい頃から行かなかった、あのなんか食べ方がわからんよく、わかる、あれ手で掴んでもさ、べっちゃべちゃになるんだよね、こうやっても口元ベタベタになるから、そうやって楽しんでるじゃん、あ、そうなんだ、あのでっかい綿飴に顔面突っ込んで食ってみたいな、もう顔中ベタベタにして全部食うね、あざと、なんだよそれ、あざとくねえよ、あざとかと、あざとくねえよ、あざまやな、あざまさ、誰だよ誰だよ誰だよなんかカズマからこんなツッコミ出るって思ってなかった誰だよ知らんカズマが出てきました知らんカズマやったびっくりしたびっくりした、まあ、知らんわ、ね、まあ、可愛いわな、でもな、まあまあ確かにな、恥ずかしくなってきたわたあめか、そうか絶対行くか、おもろいな、おまあでもじゃあジャンクでやるとしたらわたあめの店主ね、わたあめ店主やってやる、わたあめ屋ね、お願いしますよ、じゃあ次がメグ、まあ、確かまあまあわたあめよりかはまあこれやろっていうのなんですけど、おどんぐりあめ、はちょっと待って、みんながちょっと待って、ちょっと待って、知らんぞ、トトロ、トトロ、トトロ、なんか物のけ姫の話してる急にジブリの世界観を持ち込んでくるんだ、祭りっていうか宴、来週に囲んでるやつ、宴ではない、キャンプファイヤーとかじゃない、 どんぐり飴、聞いたことない、知らん、嘘でしょ、どんなもの、どんぐり飴は呼び方違うとかある、どんぐりを飴でコーティングしてんの、そんなジブリみたいな話じゃない、ないやろ、なんか普通にこの今回の10円玉ぐらいの大きい飴ちゃんがいっぱい並んでるんです、で、そのちっちゃいバケツに好きなものを取って、いろんな味があって、うん、で好きな味取って袋に詰めてもらうっていう屋台、知らねー、ほんまにそこまで聞いても知らんから、ほんまに知らんやつやな、え、見たこともない、見たこともない、大阪ローカル、いやー、それか砂糖なのか、そうやな、屋台で丸いのなんてベビーカステラとたこ焼きぐらい、いや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 、リンゴ飴とかじゃないでしょ、リンゴ飴じゃないです、まあリンゴ飴も売ってるって売ってるんですけど、うん、リンゴ飴屋とは違ってあるの、違ってあるんです、どんぐり飴って屋台がある、嘘でしょ、すごいな、今んとこ悩むどころか倍率何も変わってないな、東京で見たことないでしょ、でも私東京来たのコロナからなんで、あ、そうか、分からんのか、そうそうそう、なるほど、ええ、どんぐり飴、どんぐり飴、どんぐり飴はちょっと待って、え、まあ嘘でしょ、私これ絶対誰かに取られると思って、先言おうと思って、マジでマジで、わたあめのはるか上空超えてってくれよ、頼むからめちゃくちゃ変わってるわ、わたあめより、わたあめより下回るとは思ってなかったね、こっちもめちゃめちゃ変わってる、え、ちなみにカズマ今調べてた、調べたけど、うん、パッとしない、え、どういうものなの、そのパッとしない全部、いや、あ、なんか出て、いや、これこれこういうやつ、あこういうやつ、あ、こういうやつ、これ駄菓子屋にあるやつじゃない、うん、あ、なんすか、屋台、屋台じゃなくて、え、おま、あ、でもお祭りどんぐり飴、まあ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 、お祭りの飴ちゃん、へぇ、あ、駄菓子屋では、駄菓子屋にあるよね、こんなでっかいやつ、うん、瓶に入って、わかるわかるわかる、これ屋台でしか見たことないです私、え、これってその入りきる限りやったら何個でも食べるみたいな、いや、なんかあの1個何円みたいな、1個30円みたいな感じで、あー、そういうこと、袋に入れるって、そういうこと、あ、そうそう、こういう感じ、こういう感じ、あー、どんぐり飴で調べてください、マジでこれ飴らないの、祭りで飴食うの、お前また飴じゃん、まあまあ確かにそこは同じようなもんやけどね、それともはい、飴やけど、ふわふわかカチカチのさやつ、びっくりしたよ、飴食うのじゃない、俺初めて知った、見たこともない、俺初めてやったな、めっちゃテンション上がんのに、でもメグがお祭りでどんぐり飴持っててもさ、絶対なんか言っちゃうの俺は、うん、持ってきたの家からみたいな、何それそれね、まあ、馴染みなさすぎるか、俺スーパーボール取ってきたのそうだな、確かに作ってきたのって思う、そっかそっか、
かザラザラやなって。いやマジで普及してほしい、東京にどんぐり飴、どんぐり飴、あ、そうですか。朝から持ち込みます。ほうほうほう、じゃあ全然余裕だ。藤田さんですか、次の何どんぐり飴。いや、次のどんぐり飴縛り松ぼっくりチョコありそう。あるな。俺が一番おしゃれなやつは松ぼっくりチョコやな。あ、うん、美味しそうやな。美味しそう意外とサクサクしてんだよな。違う違う違う。いやもうこれもう絶対王道というか、はい、まあ、それはそうやろうなぐらいの、うん、でも焼きそばでしょ。まあな、あ、まあまあまあ焼きそばでしょ。まあ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 、それはな、うん、食べたいやろ、うん、だってもんな、焼きそばってあれよ、あのお腹いっぱいなるのよ。で、めっちゃ気分だわ。つまみにもなるし、うんうんうん、とりあえず買うもんね。なんかもう、うんうん、そう、なんか別にとりあえず欲しくなくても買うやん、一番最初、うんうんうん、でみんなあれしない、あの屋台の時に、あ、焼きそばってひらがなで書いてあるわって思って、逆の通路から見た時に焼きそばの文字が逆に向いてて、な、何ある、あ、焼きそばかってなる時ない、これないね、これないね。そもそも多分回答的に焼きそば間違えたな。この感じは、まあ、でもウッチーが好きだったらいいんじゃない。絶対行く、絶対行くんかわからへんな。あれ、あ、でも絶対行くと思う。へー、うん、じゃあちっちゃい頃からもずっと焼きそば行くんや。うん、いや俺絶対は行かないな、わかるけど美味しいな。でもなんかそう、祭りでなんか、まあ、わざわざ家でも作らんし、で焼きそばってさ、あのカップ焼きそばは食うけどさ、うん、あの人が作った焼きそばって食うタイミングそんなにないじゃん。めっちゃうまいけどね、うん、屋台の焼きそば。居酒屋とかでたまに締めで焼きそば買って、うん、なんかのめっちゃたまになるかな、ならんかなぐらい、うん、え、本当に、え、ちっちゃい頃あの金魚すくいとかよりも焼きそば、うん、焼きそばやったな。へー、あの生き物はあの取ったらいけないって お母さんに言われるし、くじとかよりも焼きそば、くじは当たらへんの知ってるから。ああ、そう、現実的夢ないな、うん、だってあんな空箱ばか並べてるわっていつも思ってたもん。あ、うん、あ、そう、そうだ、なんかなって思ったらやっぱ焼きそば食べようかって、まあ、あのパパとかとシェアして焼きそば食べようみたいな、うん、たこ焼きとかでもないんだね。そうね、じゃあお金かかんない子だね。僕はね、うん、うん、みんなあのくじとかに使ってお金なくなってちょうだいって言うんだからね、うん、そうでしょ、うん、僕はそんなことしないよ。僕はしない、僕はそんなことしないね。焼きそばだけで、焼きそば酒与えといたら僕は喜ぶよ。つまんねえガキ。悪かったな。うん、いやでも焼きそば美味しいやん。まあ、まあ、うまい、まあね、うん、まあ、むしろお、だからルフィ選んじゃった感あるわ、どうしても。ああ、うん、ワンピースで好きなキャラ誰って、好きなキャラ、一番好きなキャラ何って言われた時にルフィって言っちゃった感はある。好きなキャラ投票で主人公選んでるみたいな、うん、なんかそれ感はある。うん、今つまんない感じ、うん、つまんない感じ、うん、どんぐり飴。いやもう、うん、すごいさよ、すごいさよ。どんぐり飴と焼きそばっつったら、うん、絶対愛入れないもんね。もう愛入れないね、すごい、うん、じゃあ次いきますよ。まあそうなるとな、意外に選ばれなかったな、いろいろ用意したけど、うん、まあ絶対行くのはやっぱかき氷かな。あ、お祭りこんな空気なの。いや100行く俺多分、悪いけどあんま焼きそばと変わらない。王道すぎるからっていうか、王道行くとこんな空気なるんやってこのゲーム。でも怖って思う、多分かき氷は 100% 行く、何があっても。あ、多分何シロップ、ブルーハワイ、わかるー。まあ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 、うん、あのベロ青くなるのも含めて楽しいよね。なんか、うん、じゃないんだ。そう、屋台のブルーハワイ置いてあるのって屋台のかき氷屋しかなくないって思って、その辺で買えないし、まあまあ買えはしないか、ね、そう、なんか家でやる用もさ、セットがあったりとかしてさ、シロップ置いてあるじゃん、うん、ブルーハワイってなくない。まあまあまあ、ね、メロンとかレモンとか、まあ、うん、イメージ言う、確かにあるけど、ブルーハワイってあんまり見なくて、そこでしか食えないから、うんうんうん、結局買っちゃう絶対。ああ、まあ、あともう本当に迷ったのはあんず飴と落書きせんべい。落書きせんべい、うん、あ、あのなんか練乳みたいなんでなんか書くやつ、なんか飴なシロップみたいな塗って、そう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 、あれで書くやつやな、粉みたいな、ザラみたいな、あれ好きなのよ。あれ見たことないね、俺。見たことないですね、うん、でもね、今なんかあんま元取れないからっつって置いてないんだよね。俺でもまだ中学校の時あった、うーん、
あれせんべい全面に塗って、そうそうそう、ザラメ一面にやるやつ。知らん。ほら。なあ、知らん。関西圏にはないんじゃない？かねえ。知らんし、あんず飴って何すか？あんず飴は、りんご飴のあんず版。ちっちゃい、りんご、ちょっとちっちゃい、一回りちっちゃいやつやな。あ、みんな知ってるんだ。ぶどう飴じゃなくて？ぶどう飴もないな。でも、いちご飴はあるやん。そのノリで。今はね、そう。りんご飴がむしろあんまり置いてなかった。え？俺はあんまり見たことなくて、小さい時はあんず飴ばっかりだった。へぇ、あんず飴って水飴でなんかやってないですか？そうそうなん、そう、もなかがお皿になっててみたいな。そう、いろんな状況で水飴がこうやってなってて、で、あのでっかい氷のところくり抜いたところに置いてあるの、あんず飴が。へぇ、なんかね、変なくじかなんかボールみたいな、スマートボール的なね、バンみたいなやるやつあるじゃん、弾いて、でそこになんか2個とか1個とか、うん、で難しいところに入ったら3個とかもらえたりするみたいな遊びがあったんだよね。へー、あんず飴か、地域差すごいっすね。うん、あると思う。でもまあ、でもその辺はあっても、まあ気分だな、絶対行くかって言われたらかき氷ほどじゃないかなと思った。あ、かき氷ってさ、途中超えた瞬間からめっちゃ俺もういらんわってなんねん毎回。あ、でもさ、え、あれ飲むのが美味しいんじゃない？そう、飲むの、飲むのそう、あ、ギリギリ冷たいの飲むのもいいし、あれでちょっともう水になっちゃっていらねえや、もう捨てる罪悪感もない。まあ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 、まあ、確かにな。じゃあってひっくり返しても罪悪感ないんだよね。焼きそばお腹いっぱいで焼きそば捨てんのはちょっとあれやもん。そうそうそう、とかなんか罪悪感あるじゃん。ああ、まあまあ、それはそうやな。全部食わないとなみたいな。その罪悪感もないからいいんだよ、かき氷。はあ、なるほどな。そんなことまで考えたことはなかったけど。はい、続いて。じゃあ、翔さん。私はもう、ベビーカステラです。ああ、もう。絶対行く。100パー行く。ああ、そう。あの、むしろベビーカステラを狙っていく。あ、もう目がけてそこが目的。そう。まず、出るじゃん。まずはそれでしょ。そう。で、まず探す。わかる。まあ絶対あるし。そう。100パーあるし。で、でも100パーない時もあるのよ。あ、そうか。え？ベビーカステラですか？そう。ない時はへこむから1回出る。その屋台の並びから。そう。あーってなる。あ、ベビーカステラいいっすな。あ、いいっすね。ちょっと、うちの隣の屋台でやってくださいな。じゃあ、その横綿飴で。いやー、でもな、食い合わせが。ちょっと綿飴はあのもうちょっと離れ駐車場、駐車場てかジャンクで出したら甘いのばっかだな。焼きそばしかねえじゃん。ただの飴置いてるやついるんだって。いや、綿飴も大したことない。どこで戦ってんの？隣同士でやってちゃう、競合だから。いや、おもろいな。なるほどね。意外にかぶんなかった。本当に。あ、でも確かに結構地域差あるか。でもやっぱあれなんやね、みんな何かは口に入れたいんだね。そうですね。要はさ、片抜きとかでもなくて、そう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 、お面とか射的とかでもなくってことね。そう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 、あれはね、うん、自分では買わないよね。でもあってほしいよね、風情的に、見栄え的に。まあ、わかるわかる。屋台が並んでる見栄え的にはあってほしいけど、行かないよね。うん、まあ行かないです。デートとかであれで一番キャッキャしたい。あ、買ってお面とかとかはあるよね。うん、いいですね。次来て、次行こう。マジ来て。次、帰ろう。じゃん！じゃん！じゃん！ジャングラジオへ！ジャングラジオへ！ジャンジャジャン！はい、続いては、B面ジャジャーン！来ました。はい。12月の18日から22日に、B 面、はい、ありがとうその先はというね、うん、演劇公演を行うんですけども、もう世界イベントですな、もう一番ね、はい、はい、でもうそれまでに B 面事情をこうちょくちょく話していこうというコーナーなんですけども、まあ、前回チケットの話したんで、まあ、今回はね、まあなんか思ったより大規模になったオーディションの話を、おお、結構来ましたな、しようかなと思ってます。まずは本当にオーディション来てくださった人も聞いてるかもしれないんですけど、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。楽しい時間でした。で、僕何回かオーディションやったことあるんだけど、俺こんなに来たの初めてだな。倍以上予定してた人数よりも。ああ、それはあの受付、
そう、からも、まあ、そう俺ら開いた時は、まあ、なんか来ても10人ぐらいだったの、はいはいはい、今までは、はいはい、そうで、まあ、事務所とかにも投げてた頃だったし、その時はで今回そのサイト一般サイトのところにバーって上げたじゃない。でもこんな20何人オーバーって、うん、合計24かな、うん、オーバーって、うん、で先に決まっちゃったご縁があって決まっちゃって時期かぶってるんですいませんがって言ってる人とか体調不良の人とかいて、まあ、最終的に、直接会えたのが20人ぐらいにはなったんだけど多くて ねちょっとびっくりしたよ。俺引いちゃってでもよかった。でもすごかったね。そうなんかねほら、まあ、なんか偏見だけどさ、まあ、ここまで人数いるとさちょっと変わりもん、うんうん、みたいなのいるんじゃないかなみたいな。まあまあまあね、まあ、例えばよく聞く話だとあの大人計画さんの時に、うん、オーディションで阿部サダヲさんが来た時はさアメリカの軍服着てさあの白髪坊主でこうやって来たっていうこれ有名な話なの、はい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 、めっちゃ変なやつと思って松尾さん撮ったらしいんだけど あそこまでビッグになったけどさすがにそこまでは来なくても、うん、なんか変わり者いるもんだなっては思ってたの、一発芸仕込むようなね、うん、とかなんか、うん、そうそうそう、まあちょっと前だとね、うん、あの私嫌いなものがピーマンなんですけどピーマンかじりますってピーマン出してその場でガチったりかじってガチってやったりする人いてそれでおーおーおーみたいな気合入ってますね。気合入ってる。そう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 。とかもいた、うん、ね、面白いなと思ったんだけどもうすっごいいい人で、うん、皆さん皆さん本当にね、うん、本当にいい人だ。楽しかったなと思った。うん、具体的には何は特技披露みたいな感じ。いや、そこまではしなかったな。自己紹介していただいて、そうどういう経緯で応募に至ったかとかを聞いたりしてそうな、でまあプロフィールに書いてあるので気になったやつをこう、うんうん、おしゃべりしたみたいな感じ。ああなるほどね、うん、この特技面談したって感じ、ね、あそうそうそう、できますかとか、まあ、あと単純に見たい、俺らがなんか、これ見たい、これちょっとやれますか、見たいですみたいな、うんうんうん、興味あったやつとかはお願いしてやってもらって、うん、そうまあなんかダンス歴とかあってもうずっとダンスやってたんですかみたいな。じゃあなんか別にあのオーディションっぽいオーディションはしてないんだ。うん、本当話したって感じ。あ、会って面談してどんな人柄か見てみたいな。うん、ああでキャストが合うかどうかって話。うん、そう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 。はいはいはい。そんなまあ特技でこれアピールできますみたいなのは別にそんなにやってくださいとかはなかったかな。うんうん、今回じゃあ何名の方が出るのそれで。それで結局 8?いや44になったのなんだっけ8じゃないか8か、あそうか8名さん合計8人取ったかな、うん、8名さんが今回 B 面で出て、そう女性いただくことに、はい、男性4で取ってるのかな、うんうん、ああそっかそっか。で、あの今回お断りした方にもなんか今後って感じか。うんそう、うん、LINE はあの嫌じゃなければ送ってくださいって言って、うん、で本当送ってくださった人もいるし、うんうんうん、はいはいはい、そうでも B 面本番はあのご招待しますんでっていうのも、うんうんうん、ちゃんとつながるようにっていう話してるし、実際10月のモリングの方で一人ぐらいちょっと足りなかったのよ、はいはいはい、女性が、はいはいはい、で会う人いるかなと思ってその中からちょっと LINE 来たりとかして話してる中で、10月どうですかっていうのも、オファーさせてもらった人も実際いる、うん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 、会いそうでちょっと役が、うんうんうんああじゃあまあねよかったね。いやすごい身のある、うん、身のある経験でしたよ。出会いばっかりがね、よかった、よかったよ、うん、だから、うん、だから翔吾がさはいはい、オーディションとか行くって言ってたじゃん、はいはい、でこういう条件でみたいなとかさよくさ飲みながら話してるじゃん、はいはい、でもこんなやつ来たらめっちゃ変わりもん来たなってなるけどなよく一人はいるよなって思ってねああそう変なやつがいるかな、うん、変なやつおかしいやん自分でいやあの今回の中でショーゴみたいなやつ来たら変なやつ認定よ確実にだからちょっとざわつくのかそう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 、うん、多分そうですね、うん、それもあると思うよ、うん普通なんだけどね、まあ、ちょっと界隈ではね顔とか名が通ってるのはあるだろうけど、うんうんうん、知らない状態で翔吾がその感じで来たら、うん、いやめっちゃ変わり者認定されるね、うんうん、確実に今回だったらあそう別に普通にねオーディション受けに来てるだけなのにね。いやでも、だからみんなのガッツをすごい感じましたよ。若いあなんかエネルギー感じるよね、うん、なんかねやっぱ遠いところ人住んでるところ、はいはいはい、人もいて、うん、
なんかバスで3時間かけてきましたとか、ね、高速バスに乗ってですよ。そう、もし受かったとしたら稽古毎回それでって言って、あ、そうですって言って、毎回3時間でバスで来て、東京にないんだ。そう、3時間バスで来るみたいな、東京で活動したいっていうので決めて、あの応募選ばせてもらいましたみたいな。俺は17歳ぐらいの頃みたいだね。いや、そうよ、私もやってたそれ、そう東京までオーディション来て、そう。いや、なんか逆になんかこっちが見られた感の方が俺ちょっとあるというか、背筋伸びたよ。いやー、ね、なんかちょっと、まあ それはね、うんちはちょっと背筋伸ばさないとダメだよ。って伸びたよね。編集ばっかやってる場合じゃなくて、本当ね、ちょっとってやるんだよ、うん、僕のこと知ってますって思ったもん、やっぱビューってこう、うん、多分俺久々にまっすぐ座ったね。普段だらーっとしてるのね。ボケもなくね。ボケもなく。俺が一生懸命ふざけてた。うん、ええ、そうですかって俺言ってたもん。うん、あんま下手やらん方がええわ。まあね、でも向こうもね、やっぱ本気だからね。そう。俺が下手なことやってもね、しょうがない。何か変わるかもしれないと思って来てくれるからね、そんなに無限にもできないしさ、やっぱりね、こっちもちゃんと向き合わなきゃいけないしね。でもまあなんか、受かって、た方も受からなかった方もなんかご縁ができたからよかったね。そう、でもなんか本当になんか、そう、合いそうだったらね、仕事はやっぱり来たりするからさ、どうですかっていうのはね、話できたらいいなと思うけど、まあ、今回がちょっと特殊だったのもあるしね、その呼んだその身内の役者が多いから、そうまあね、オーディションで撮る枠がちょっと少なかったというか、そう、まあ、だからオーディションだからこそ受かった方にはちょっと楽しんでもらいたいよね。楽しんでほしい。こんな芝居が上手い人がいっぱいいるんだって思う。大先輩とかがもう、ブワッて。俺もだってめっちゃ連絡来るもん。あの人、キャストが公開された時に、あの人知ってるけど大丈夫？私で、俺でとか。なんで翔子さん呼んだんすかみたいな。なんか、SNS 上でもその騒ぎがあったね。なんか、ちらほら、知ってる人がやばいかもしれないみたいなのがちらほらいて、拡散すごいもんね、なんか別にこっちが煽ってないのに、そうなのよ、そうだね、なんか変なピリつきのパワーが、陽のピリつきがあるよね。そうですね、こうバチバチしてるというか、知らなかったけどこれ大丈夫そうみたいなのが終わった後めっちゃ言われるもん、なんで呼ばんかったん俺みたいな。わからんわ。そう、え、呼んでほしかったみたいになってるの今。そう、まあ頑張らないといけないなっていう。そうですね。それでもう本当にオーディション組、まあ実際そのお金を出してもらってっていう、そのなんていうの、商業の舞台って言えばいいのかな、には初舞台で出るって人もいるから、ずっと演劇部とかでしか舞台立ってない人とかも実際いると思うから、なんか楽しくやりたいね。まあね、そうですね。まあとにかくオーディション本当にありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ次行こうか。おジャングラジオでジャンジャジャン。はい、ちょっと時間が配信の時間が迫っておりまして、ちょっとコーナーね、オタクを翔吾がオタク語ってもらおうと思ったんですけど、まあどっかで語りますよ。すっ飛ばしてエンディングいきましょうか。また次回。はい、この番組ではお便りを募集しております、はい、概要欄からお便りフォームというものをご用意しております。こちらタップしていただきますと、必要事項がずらっと書けるようになっておりまして、記入して送信ボタンを押すだけでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。あとですね、SNS 等にハッシュタグジャンクラジオをつけてつぶやいていただきますと、喜び光浴衣をめくり、パンツを見せてるうっちーが裸足で靴を履いて、外を走り回ってはしゃげ散らかすんで、ぜひともよろしくお願いいたします。スペルはですね、 JUNK 大文字にカタカナラジオでジャンクラジオです、ということで、ちょっとね短くなっちゃうんですけども、喜んだら俺そんなことさせられんねや。うちがずっとパンツ見せるんだよ。その体格にいるのメブだし、ね、ずっとパンツ見えてる。見せてるんじゃない、翔吾が引っ張ったんや。でもね、ずっと見せてる、見えてはいる、ずっと見えてる。これの正しい座り方がだって分からへんもんな。いや、足と膝くっつけ、もう時間ないから行こう。そうかそうか。
あまあ舞台がね俺と翔が終わったんですけど、まあ、次が9月、はい、言っとく？ああちょっとねこれはでもね見に来てほしいんすよ。直近だと多分9月の翔吾と9月のメグの方が先なのかな。でも20から22です。20私の方が1日早いのかな。19から23。あ、その週ドンカブリ。あ、ドンカブリ。ドンカブリ。ドンカブリやね。ほうほうほう。じゃあ翔吾さんから。私からでいいですか。はい、CCC というその番外公演、この団体に関しては初の2週間ロングラン。CCC か。そう。あらエンタメにちょっと出まして、それが会話劇で6人芝居っていうことで、ブラックチームとホワイトチームがあるんですけど、僕らの1週間前にブラックチームっていうあの6人グループの人らが同じ芝居をやります、うん、でその後に19から23が僕らがやるホワイトチームっていう舞台があります。なるほど、うん、お話一緒、一緒、あ台本一緒でそのシステムでやるんだ。もうキャストがもうガラッと変わって総入れ替えみたいな。総入れ替えして週で変わるの珍しいね。その簡単で、うん、まあ確かにね、うん、だからその劇団自体は別にだから2週間ロングランやってもよかったかもしれないけど、ね、あのゲストさんも多いし、あなるほどなるほど。あとやっぱなんか舞台やってる人がなんかもう都合もあるじゃない、まあね、その稽古参加のとか、ね、確かに確かに、うん、そうか。で、まあ、多分いろんな事情があっての、まあ、2週間ロングランのうち後半のチームに僕が出ます。はい、うん、でまあちょっと見てほしいって思ったのが、まあなんか会話劇をめちゃくちゃ出るってこともあんま僕ないので、うん、ちょっと見てほしいかなと。オープニングで愚痴ったやつね。あもうほぼ出てると120分出ずったのなんか久しぶりになんか主演よりもきつい芝居に出たなっていう楽しみだね、うん、俺それ見に行けるからな。いいね。これはでも見てくれた方が嬉しい。本当でも6人しかいないからみんなゲーター車で強い。うん、で前半のチームにはなんかまあ後でまあ分かると思いますけど調べてもらったら、うん、まあ、皆さん知ってるような方がいっぱい出てます。なんかその看板さんとかいろんな劇団の。場所どこ？場所がアルシェ？朝霞屋だ。アルシェか。結構ちっちゃいんですけど。うん、まあでもちょっといや6人芝居だったらそれぐらいが一番濃厚に見えるじゃない会話劇って。うん、役者人生をかけながらやりますもんね。ですね。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、メグさんどうぞ。はい、メグは新劇か。私はそうです。新劇ですね。9月20から22日の、南長崎ルートシアター、旧テアトルラホ。はいはいはい、はい、すぐのところです。そうです。あのテネシー・ウィリアムズっていう欲望という名の電車っていう有名な映画があるんですけど、うんうん、それの初期プロットになったあるマドンナの肖像っていう作品をやります。おで、なんか私が演じるのがミス・コリンズっていうなんかおばちゃんなんですけど、またおばちゃん前回もおばちゃんやったな。おばちゃんをよくやるんですね。金髪なのに、金髪なのに、そんなのにおばちゃん、そこの団体さん、おばちゃんがそのなんか精神病院に送られるまでの一夜を、またそんなの出てくんの、また心病まされるっていうすごいしんどいで、だからもう私も翔子さんほどじゃないけど60分ぐらいずっと出ずっぱで喋りっぱなしなので、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、うん、いいっすな、はい、でそれとなんかそれをちょっと現代的に解釈した作品っていうのを2作品やるよっていう感じになってます。あ、そうなんだ。1時間1時間ぐらいでで両方出るんですけど、うん、それ班分けて時間帯分けてみたいじゃなくて、その首都公園で、首都公園です。あ、アムニバス的に1時間ずつ、そうですみたいな。もう片方は何、どういう役、もう片方まだ台本分かってないんですけど、おばちゃんではないんだ。おばちゃんではなさそうです。どういう、久々におばちゃんじゃない役もできるおばちゃんじゃないか。はい、まあこちらもね、はい、SNS チェックしてみてください。はい、はい、ということで、まあ他はね、各種見てください。はい、見てください。さあさあ配信やりましょうか。さあさあ、今日は撮りますよ。さあ、はい、安定、ありがとうございました。